はい、えー、ホワイトベース館内放送でございます。はい先日ですね、えー、僕、マフラーを焼いてきたんですよ。<laughs> 何言ってんだっていう人も今の一言で多いと思うんですけどもあの、ツーストロね、マフラー、まあ、チャンバーですね、これを焼いてきました。40年分のですね、えー、中のに詰まった何かが噴き出してましたけども。あの ツーストってね、あの長い間ね、置いとくと中にオイルの塊とカーボンの塊みたいなのがいっぱい溜まってきて、見たことはないんですけど、あのそうすると中のね、チャンバーの構造が変わっちゃって、エンジンが吹けなくなるんですね。えー、なので、えー、まあ何年かに一回焼く必要があるというものなんですけども、まあそれをですね、そんな知識とかやってた人なんかもう失われた世代ですよ。 失われた技みたいな感じで。で、ツイッターの方にその写真を載せてわかる人は年齢と理由をみたいなことを書いたら非常にこう面白い回答、賃回答が多く寄せられておりまして。えー、まあ、あのね、えー、廃車になったバイクの仮装をしているんですかとかね。えー、これはたたら製鉄ですねとかですね。非常にこう面白かったので、まあ、興味のある方は見てみてください。はい。非常にリアクションを読んでおります。楽しいです。はい。 えっと、今日の話はですね、バイクのカテゴリー分けなんですけど、これね、僕、実を言うと、だいぶ迷ったんですよ。迷ったっていうかね、昔からその、このバイク何っていうのが分かんなかったんですね。分かんないのが恥ずかしかったんですよ。で、なんかちょっと業界人っぽい人がね、こう、いろいろそのカテゴリー分けして、こう、喋ったりとか、雑誌とか見てるとですね、その用語についていけない自分は、 ちょっと遅れてたりできない人間なのかなっていう風な風に思ってた時があったし、多分これ見てる方々もね、あのバイクのカテゴリーですよ。まあオフロードバイクとかね、あのレーサーレプリカとか言われてもね、ピンとこないっていう人がね、いたとしても、それしょうがないです。はい。なぜなら、このカテゴリー分けっていうのは毎年のように変わってるんですよ。実を言うと。で、えー、昨今のカテゴリー、 っていうのをね僕ちょっと見てみた。ちょっと前までは、えー、あったやつとかもなくなっちゃってたりとかしてですね。もうすでになくなったカテゴリーを皆さんにまずお伝えします。はい。まず、レーサーレプリカ。なくなりました。はい。ね、えー。次、オフロードバイク。これなくなりました。はい。一部の競技を除いてなくなりました。はい。えー、次、えー、ストリートファイター。これもなくなりました。はい。ネイキッド。これもなくなりました。はい。どうですか はい。デュアルパーパス。これも実はなくなりました。これ去年まであったんだよ。デュアルパーパスもなくなったんですよ。はい。えー、あと、アメリカン。これもない。ないです。クルーザー。これもない。なくなりました。はい。じゃあ今どうなってるかっていうと、えっ、ー、とね、まず、まあ、基準になるのは、まあ,あ、一応ね、僕はホンダをちょっと基準にしてみようと思っているんですけど、ホンダのホームページを開くとですね、カテゴリー分け。 はい。オーセンティック、スポーツ、クロスオーバー、アドベンチャー、ツーリング、コミューター、ビジネス、競技用と分かれてきます。はい。じゃあ、皆さん問題です。じゃじゃん。はい。ちょっと難しいよ。はい。NC7 半 S。はい。これ何に分類されると思いますかはい。これ、実を言うと、スポーツに分類されております。はい。 もちろん CBR とかはスポーツに分類されてしかるべきだと思うんですけども。えじゃあ次。はい。CRF250 ラリー。もちろんこれはアドベンチャーに分類されております。はい。次。ツアラーと呼ばれるツーリングバイクですね。はい。この中に入っているものが、なんと、まあ、ゴールドウィングとかはいいんですけども。なぜかこっちに入ってるんですけど、VFR800F。はい。レブル。 レベル3兄弟ですね。あと GB はーツーリングに入ってますね。はい。で、クロスオーバーというのが入ってます。はい。これ NC と VFR800X とかですね、400X、XADV とかですね。えー、このあたりがクロスオーバーというふうになってます。はい。じゃあ、それ以外の、えー、スーパーフォアとかですね、えー、何に CB1100 とかね、何に分類されてるかっていうとですね、 これあのオーセンティックってなっっててますオ、はい、オーセンティック、まあ、オーセセンンテティィッックク一般的なとかね、まあ、そういう感じの意味だろうと思うんですけども、えーまあ、要はネイキッドと、まあ、ボルドールみたいなこうハーフカールみたいな一緒に入ってるんですけども、まあ、ちょっと前のネイキッド4気筒なのかなみたいな感じなのがオーセンティックってなってます、はい、だからねもうねネイキッドって言っちゃいけないの。 オーセンティックバイクって言わなきゃいけないんですよ。はい。一般的な、まあ、あの、普通の形をしたバイクってことですね。ネイキッドっていうのは、要は、フルカウルのバイクを、カウルを外したものって意味だったじゃないですか。今、全然そういう作り方じゃないんで、ネイキッドのものってネイキッドとして生まれてきてるから、オーセンティックなんですよ。ね。フルカウルのバイクはフルカウルとして生まれてきてるから、もうそれはスポーツなんですよ。 レーサーとして戦ってきたもののレプリカはごく一部だから、レーサーレプリカとは呼ばない。はい。で、えー、ま、どっちともつかねえなってやつは、とりあえずクロスオーバーに入れておこう。今までオフィシャーに入っていたやつはアドベンチャーに入れてしまおう。で、そうすれば、アドベンチャータイプの大きいツアーラーもそっちに含められるでしょう。ツーリングバイクのところには、 ツーリングっていうのは道路を走るものだからそこには道路を走るもので一般的なあ、まあ、長距離走行で望ましいものっていうと、まあ、ゴールドウィングとか、まあ、レブルとかこの辺も。 クルーザーと呼ばれていたものですけども、こういったものもこっちに入れちゃおう。VFR800F がなぜにここ、ここ入ってるっていうのは多分、フルカウルのツアー、スポーツツアーラーとしてこっちに入ってきたのかな。スポーツバイクの方に入れるというよりは、ああ、こっちに入れた方がいいんじゃないかなっていう感じなのかな。コミューター、これはスクーターとかカブとかその辺ですよね。 はい。えー、ビジネス。これはビジネスバイク。株とか、あと、便利とかですね。そういうものですね。あと、競技用の中に、まあ,あ、かつてのオフロードバイクとかですね。あと、あのー、あれですよ。トライアルバイクとか入ってます。はい。まあ、こういう感じに分かれてます。これ多分ね、来年になったらまた変わってると思うんですけど。で、えー、次見てみたいなのが、ヤマハ。これ、ロードスポーツ。スポーツツーリング。スポーツヘリテージ。 分かれてます、はい、アドベンチャー。あとはスクーター、ー電動バイクですね、はいまあ。アドベンチャーはオフロードと呼ばれていたものでしょうね。えー、スポーツヘリテージ、スポーツツーリング、ロードスポーツ。はい、この辺は押、まあ、して知るべしなあれですけども。ヤマハニーリン。えー、ピシッと。ラインナップ。ネットが遅い。ちょっと待ってね。 サイトにアクセスできません。あ、来た来た。はい。そう。で、ロードスポーツ。まあみんながご存知の通り、R25、R3、MT25 とかですね、えー。MT シリーズと OR シリーズと内イも入ってますね。えー、R1 もこっちに入ってます。はい。で、スポーツツーリング。ね、このあたり TMAX、トレーサー、FJR、内イ GT。 ですね。このあたりがスポーツツーリングに分類されてます。ナイケン GT。えー、とですね。両方入ってますね。ロードスポーツとスポーツツーリング両方入ってますけども。まあ別にいいのか。スポーツヘリテージ。もちろん SR ですね。あと XSR700、900。えー、ボルトですね。が分類されてますね。スポーツヘリテージ。はい。前、ネオクラシックなんて言ったやつがこの辺のスポーツヘリテージに入ってますね。はい。 ヘリテージ。ヘリテージ。ヘリテージバイクってね、ヤマハ言いたがるんですよ。はい。スポーツヘリテージ。全部スポーツついてる。スポーツツーリング。スプロードスポーツ。スポーツツーリング。スポーツヘリテージ。ね。ということは、ヤマハはスポーツってことですね、まあ。アドベンチャー、セロトリッカー、テネレとこういう風うになってます。もうね、両方とも、セロもトリッカーも生産終了だから、テネレしか残ってないな。 多分でもね、両方ともまたね、再び現れると思うんですけどね。まあ、スクーターはスクーターで説明のですね、えー、必要なしというところですけども。はい。次、鈴木。はい、鈴木なんですけども、もうね、完全に3種類。ロードスポーツ、アドベンチャー、スクーター。まあ、これはもう中身言う必要ないでしょう。はい。ロードスポーツだと、はやぶさとかですね。 GSXR とかですね。アドベンチャーは V ストロームですね。スクーターは鈴木、まあのスクーターですね。はい。が入っております。一番男らしいのが川崎。はい。川崎はカテゴリー別分類してません。はい。排気量だけね、えー。独自の分類方法になってますけども。なんかこの辺がこう会社的なあれを感じますよね。あの非常にホンダは細かく分類して、えー、こう方向性を分けてるっていうの。 ヤマハは、ヤマハもまあ、あの、分離はしてるんだけれども、とりあえずヘリテージっていうものを作って全体的にはうちはスポーツだよっていう雰囲気を出してますよね。はい。鈴木はなんとなくその、偏りがある感じなんですけども、あの、まあ、GSX 系が主力という感じでやってるなというのはよくわかります。はい。 で、アドベンチャーを、それに加えてぶつけてきてるって感じですよね。はい。川崎はとりあえず排気量だけ分けておいて、えー、あとはもう各モデルごとに独自路線を突っ走るっていう、そういう感じなあ、まあ男らしさを感じますけどもね。はい。でもね、川崎男らしいっていうのはなんか最近は言えない気がするんだよな。だってあの、一番売れてるのがね、忍者だし、その忍者に対してのカラーバリエーションっていうのを多く女性に受け入れられてるから、川崎そのものが男めブランドっていうのはもうだいぶ、 薄れてきてんじゃないのかなと思います。だって最近バイクに乗りたがる女の人ってね、川崎のバイクを見て可愛いって言うからね、メグロとかね。はい。可愛いって言うんですよ。だいたい可愛いっていうのはメグロとか、あとあの、SR のこと可愛いって言いますからね。えー、ピンク色のですね、えー、なんかスクーピーとかああいうの見ても何とも思いません。はい。ピンク色の忍者を見ても何とも思いません。はい。だからメーカーさんダサピンク現象を巻き起こさないようにお願いします。はい。 えーと、まあこんな雑談なんですけど、まあこれね、本当毎年のように変わっていくんで、来年また変わるかと思うんですけども、昔の方がいろんな種類があったなんてね、話も聞いたりとかしますけどもね。やっぱ僕の希望としては、どうしてもやっぱアドベンチャー、あーもしくはそのオフロードバイク、軽量で、なおかつ構造がシンプルで、えー、アンカラ 250cc のオフ車のですね、えー、登場を待ち望んでおります。はい。来たらいいな、ね。 前も言ったけどね、揺れの40万で乗り出せる鈴木のオフロードバイクが出たらいいなとか思いますけどね。はい。もうデザインが、そしてすごく売れ筋の、オフロードで売れたモデルのなんかいいとこ取りみたいな、悪いとこ取りしちゃダメですけどね、えー、をを登場したらいいななんて思ってますけども。はい。 え皆さん自分の乗ってるバイク、今振り返ってみると、俺のバイク今の分離で何かなっていう風にね考えるとちょっと面白いかもしれないですね。今の話題で、何バイク乗ってるのって言われて、ああ、なんとかかんとかつってって、え、それどんなバイクうん、オーセンティックだよ。なんていう時代がですね、もう来てるんですよ。はい。オーセンティック。オーセンティックです。はい。今日はね、オーセンティックとかクロスオーバーっていうですね、単語を覚えていただければと思います。はい。ツアーラーはかろうじてまだ残ってます。はい。 <laughs> そんなわけで、えー、皆さんね、各メーカーのホームページ見て面白いと思うんですけども、はい、見てみてください。 はい。あん館内放送でございました。はい。えー、今日もご視聴ありがとうございます。あのー、暑くなってますんで、えー、水分補給と気をつけてくださいね。あと、まあ、なかなか天気もですね、えー、良いです。で、気温もそこまで暑くないので、えー、ツーリング等皆さん行ってらっしゃると思うんですけども、はい。えー、ぜひそういう様子をですね、ソーシャル等にアップして、えー、バイク楽しそうだなっていう感じをですね、見せていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。